ティッカーテープパレードは都市部で行われるパレードの一形態。膨大な量の裁断された紙がパレードの通り道に面したビルから投げ落とされ、吹雪のような祝福の効果を演出する。こうしたパレードが発祥し、しばしば行われているのはアメリカ合衆国、特にニューヨーク州ニューヨーク市である。アメリカ合衆国以外では百七十八年にアルゼンチンで行われた フィファワールドカップの際にティッカーテープが舞った。この言葉はニューヨーク市において1886年10月28日の自由の女神像女幕を祝う自発的な祝典の中で用いられるようになった。以後、ティッカーテープパレードはニューヨーク市と密接に関連している。ティッカーテープとはもともと株式市場の最新情報の伝達のため仲介業者で使用される。 遠隔操作装置の出力に用いる紙テープを指す。ティッカーという用語は印刷時に機械が出す音から来たものである。ニューヨーク市においてティッカーテープパレードは特別な行事に際して行われる。1886年に初めてこのようなパレードが行われた後、市の当局者はこうしたイベントの効果を認識し、外旋式などの際に行うようにした。例えば、 セオドアル・ウズベルト大統領のアフリカ探検からの帰還、イギリス海峡を水泳で横断したガートルード・エダールの帰国、大西洋横断飛行を成し遂げたチャールズ・リンドバーグの帰国などである。最初にティッカーテープパレードで称えられた個人は、マニラ湾海戦の英雄ジョージ・デューイ提督で200万人がニューヨークにやってきた。1945年に、 第二次世界大戦が終結へ向かう頃、陸海軍の司令官の栄誉を称えて、いくつかのティッカーテープパレードが行われた。そして、そこから1965年までの20年間、ニューヨーク市で実施されたティッカーテープパレードの回数は130回に上った。最も長く大規模であったティッカーテープパレードとしては2つが挙げられる。一つは、第二次世界大戦と、 朝鮮戦争を戦ったダグラス・マッカーサーの帰国に対するもの、もう一つは宇宙飛行士、ジョン・ハーシェルグレンの帰還に対するものである。しかし、1966年にジョン・リンゼイが市長に就任すると彼の在任期間8年で、ティッカーテープパレードは1969年の3回しか実施されなかった。ブロードウェイのフィナンシャルディストリクトを通る区間は、 こうしたパレードの通り道となっており、英雄たちの谷キャニオン・オブ・ヒーローズと呼ばれている。英雄たちの谷沿いの歩道には、黒い花崗岩でできた200以上の細長い敷石が埋め込まれており、過去に行われた、ティッカーテープパレードの栄誉を挙げている。21世紀初頭の今日、このようなパレードが行われることは少なくなっており、スポーツチームの優勝や、宇宙飛行士の帰還、 出生兵士の帰国を祝すのに限られている。1960年代、司教情報の伝達には、テレビやコンピュータが使われるようになり、ティッカーテープは捨てれた。今日のパレードでは、腰やトイレットペーパーをシュレッダーにかけたものが使用されている。また、市では、コンフェッティを配布している。ありがとうございます。